とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今シーズン、ちょっと難しいところが、ところどころにあるので、それを注意していきましょう。では、スタートです。まず、1回、注意が必要な回ですね。傭兵のアーマーにポーションバリアがありますので、つけていってください。5秒間ほぼ無敵になりますので、クリーパーが出てきた時とかに使えます。まずとにかくクリーパーが多いんですよ。こいつをまず処理しましょう。で、処理するときに、雲の攻撃には注意ですね。あいつに攻撃されてしまうと、ちょっとまずいことになりますので、注意してください。で、危なくなったら、もう迷わず、ポーションバリアを使うようにしてください。ここも、できるだけならば、エンチャンターから先に倒すようにしてください。敵のね、強さが全然違いますので、まずはエンチャンター、そして、ジオマンサーとかね、そういう魔法使い系は早めに倒した方がいいと思います。めんどくさいからね、こいつら。OK。よし。では、1回クリアです。報酬は何もいりません。そのまま進んでください。で、ポーションバリアをパワーアップしていきましょう。2回は特に、問題ないと思います。2回、3回はね。そんなに難しいところではありません。注意すべきところは本当にね、ところどころにあるので、まあ、そのポイントだけ押さえていければ今回は大丈夫ではないでしょうか。よし、まあ、とにかく危なくなったら、ポーションバリアついてるのでポーションを使ってください。もうギリギリまで我慢すると間に合わなかったりすることがあるので、 HP がね、残り2割ぐらいになったらもうすぐ使った方がいいかもしれませんね。反応がいい人とかだったら、残り1割とかまで頑張れると思うんだけども、まあ安全のためにね、ある程度のところで使った方がいいです。2回クリア、次に行きましょう。この報酬何もいりません。そのまんま行ってください。で、3回も特に問題ありません。敵が、ちらほら出てくるだけで、特に難しいというところではありませんね。OK。当たらない。今回ね、矢はね、そんなに、たくさん必要にはならないので、どんどん使っていって OK です。矢で戦うと、一発で倒したりとか、できてお得なので、使えるところではしっかりとね、使っていきましょう。 OK。 遠くまでね、行かなくてもいいっていうのが一ついいところだよね。結構フィールド広いところが多いので、これはお得です。で、ここパワーシェイカーですね。パワーシェイカーが、ダメージソースになりますので、パワーシェイカーをよく使っていってください。で、ここ、クリーパーが出ます。まずはクリーパーをなんとかするように立ち回っていきましょう。あー、危ない。引っかかった。引っかかりやすいんでね、注意してください。もう通常攻撃ではあまり、倒せなくなっているので、よし、パワーシェイカーを使ってね、倒していきましょう。もしくは弓を使って。とにかくこいつらがね、凍結してきて、すごく鬱陶しいんだけども、まあ、注意していってください。4回がちょっと難しいですね。ここ報酬何もいりません。そのまんま行ってください。じゃあ、エンチャント入れときましょう。ポーションバリアは3です。で、初期防具では、ここの敵、結構、痛いです。結構攻撃がね、もう痛くなってんのよ。なので、よし、ポーションバリアは、しっかりと使っていってくださいね。
ッケー。3なので、9秒間か。9秒間、ほぼ無敵になります。うん、9秒あればもう大体動けるからね。よし。終わり。5回クリアです。報酬は何もいりません。そのまんま進んでください。で、ここもね、毒ダメージが結構痛いです。うん。まあ、極力、まあ、うん、食らうには食らうんだよね。あの、鼻の攻撃は。ああいう、こいつらの攻撃には、注意して、行ってください。本当に痛いんで。よし、危ねえ。まあ、時間がある人は、ちょっとね、パワーシェイカーが回復するまで待つとか、そういうのも有効です。OK。まあ、うまいこといけたね。で、ここの、こいつは召喚するやつ。こいつは早めです。腹を召喚されるととてもまずいので、まずあいつから、パワーシェイカーで沈めていってください。これで終わりかな。はい、6回クリアです。次に行きましょう。んで、ここの報酬ですね。防具がやっと変わります。ビーハイブアーマーですね。耐久力がかなり上がると思います。で、エンチャントで雪玉3です。これだけで OK です。行きましょう。耐久力が上がったので、敵とも、戦いやすくなってます。まあ、ただね、ちょっと、こっちの攻撃力が低いので、若干苦戦はするんだけどね。でも、ダメージをある程度受けていいっていうのは嬉しいし、このね、蜂が出てきてくれるので、すごく戦いやすくなると思います。んで、ここの報酬でドラですね、取っていきましょう。はい、ここどんどん行きましょう。あぶね。あ、よし、ナイス。はい。もうね、どんどん進んでいった方がね、安全っていうのが分かったから、とにかくどんどん行った方がいいと思います。で、シュルカーは早めです。うん、そこにね、シュルカー1体いるので、あいつはまず倒すようにしてください。浮かされると本当にまずいんで。オッケー。しゃ、オッケー。まずね、この、エンダーマンみたいなやつ、名前わかんないけど、こいつから先に倒した方がいいです。とても耐久力が高い。よし。あとは、あ、お前か。おしまいでーす。8回クリア。うん。まあ、どんどん発動していって、敵を巻き込んで戦っていきましょう。ボーンクラブ取っていきまーす。で、エンチャント入れちゃってください。雷さんの働き鉢1ですね。鉢は1で、うん、十分だと思います。で、ここ。若干敵が多いけども、まあ、武器変えたので、そんなに苦戦することはないかな。うん。よし。今、雪玉も入ってるし、全然大丈夫なんですよね。OK。終わり。9回クリア。次に行きましょう。愛のメダルですね。取ってください。で、ここはユニークなので、ボーンクラブぐらいしか上げるやつがありません。ボーンクラブを骨のコンボにしてください。よし。で、ボスですね。ボスは、プレステ版は左側からですね。で、スイッチは右からかもしれません。これちょっとわかんない。まずこっちから行きましょう。オッケー。危ねえ。よし。あいつ結構高火力なので、注意してくださいね。オッケー。オッケー。
行け。危ない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 、結構ダメージは受けるんでね、ある程度注意して戦っていってくださいね。11回クリア。まあ、出てくる場所が分かれば最初に、ガストを沈めることができるので、まずそういう風に動いてください。機種によって出る場所が違います。何もいりません。じゃあどんどん行きましょう。でここも特に問題はないですね。普通に戦っていけば大丈夫です。はい。で、中盤ぐらいにも少し難しいところがあるので、そこは注意が必要ですね。よし、エンダーマイト、これ最後にね、エンダーマイトが降ってくる時もある時もあります。今回は大丈夫でした。ここ何もいりません。そのまんま行ってください。雷の杖っていうのもまあありではあるんですけども、俺はちょっと今回はいらないかなと思いました。 OK、 いいね。あぶね、あぶな、あぶな。クリーパーに愛のメダルやった時が結構危険なので注意してください。もうほんと起爆しようとこっちに近づいてる時に愛のメダルやっちゃうと、攻撃もできないし敵倒せなくなるので、そこは注意です。でコグクロスボウを取ってください。エンチャントを入れていきましょう。マルチショット2と、ボーナスショット1ですね。これで十分です。ボーナスショットはもうほんとおまけみたいな感じなので、1だけで大丈夫ですね。で、ここも特に問題ないです。この扉が閉まってる間に、このチビとか寄ってくるやつ、こいつらを倒しておくと、まあ、ちょっとお得ですね。で、中に、蜂が現れて、特攻してくれたらさらにお得。よし。いけ。よし。終わりでーす。14回クリア。次に行きましょう。報酬何もいりません。そのまんま行ってください。で、ここ、パワー商人ですね。骨のコンボを上げてください。防具もいいと思うんだけども、防具はもう少ししたら取りますので、ここは武器の方がいいと思います。はい。まあ、道中の敵もね、倒しやすくなるので、これは武器の方をおすすめします。まあ、若干ね、撃たれ弱くはなるんだけども、蜂が出てきてくれるので、まあ、なんとかなるでしょう。OKOK。もうこのやり方やりだしてもうそんなにやられることもないので、大丈夫とは思います。で、このトライデントね。このトライデントを、撃つときには注意です。もう、俺はあんまり好きじゃないので、先に撃っときます。で、ここ、グリムアーマー取ってください。グリムアーマーにエンチャントを入れましょう。クールダウンさんと雪玉さんです。あーで、ここめんどくさいんだ。敵がめんどくさいわけじゃなくってステージがめんどくさいのね。このステージは嫌いなんですよ。 OK、まあ、とりあえずここ謎解きします。おしまい。これ本当に分かりづらい。で、上を倒して、終了ですね。よし。では、17回が終わりです。次行きまーす。ここ、釣り竿欲しいんですけども、連射器持ってない人もいるので、取らずに行きますね。で、ボスです。ちょっと倒し方が、いまいちわからないっていう人のために、
ちょっとフルで戦います。まず、ドラとパワーシェイカー使ってガシガシと攻めてください。んでこっちに行ったらここ息を吸うところがありますので、そこの壁のところで、やり過ごします。で、雑魚が出てきたら倒してください。んで敵が次出てきますので、また同じくパワーシェイカーとドラを使ってやってください。お、いい感じで、これの繰り返しですね。外に行ったらこの壁を使って、レーザーを防ぐ。で、雑魚敵が出てきたら倒す。で、このレーザーを撃った後に外に出てきますので、そこを、ドラとパワーシェイカーと弓ねを使って倒してください。結構武器のね火力が高いのですぐ倒せると思います。今回は何もいりません。そのまま進みましょう。で、ここねちょっと注意です。ここちょっと注意。エンチャンターが結構いて、あいつらに、敵が強化されるととても倒しにくいので、あぶねー。とにかくエンチャンターをまずは倒すようにしていってください。あぶねー。本当にね、エンチャンターだけがここはネックです。見かけたらすぐ、まあまあクロスボウとかでね打ち込んでいけば倒せると思うので、やってみてください。んで、ここスケールメイル取っていきましょう。スケールメイルは耐久力もあって近接ダメージも 30% 上がるのでかなり強いです。エンチャントはクールダウン、そしてタンブルビー入れてください。で、何度かやられちゃったよっていう人はライフブースト、これを入れておくといいです。で、タンドルビー入ってますので、回避をしまくるといいですね。蜂がどんどん出てきてタンクになってくれます。いいね。で、ここも意外と敵のね火力が高いので一応注意はしてください。オープン、アブレイ、よし終わりかな。あ、まだか。しゃ、危ないぞ、そっち。はい、終わりです。20回クリア。次行きましょう。急げば25分ぐらいではクリアできます。そこそこ周回しやすいですかね。ここ報酬何もいりません。リープリーフがいます。リープリーフは、注意して戦いましょう。 OKOK、まあ、これのコンボがね結構火力あるので。あぶね、うわー、ミスったミスった思いっきり食らっちゃったよ。よし、まあまあいいでしょう。ポーションもちょっと誤射しちゃった。あー、そっち側はちょっと任せた。多分蜂が倒してくれてるはず。あそこ逃げられるとちょっと面倒くさいんだよな。行きましょう。 OK、 いいね。ちょっと待って、固まらないで。よし、終わり。やっぱり蜂が倒してくれてましたね。ナイス蜂。次行きます。報酬何もいりません。炎症のトーテムをねちょっと使いたい気はするんだよね。でもまあマルチプレイぐらいかな、あれ使うのは。で、ここ注意してください。クリーパー部屋です。 OK、 基本的には遠距離で戦う、もしくは愛のメダルを周りのやつに使
って、やってください。この蜂を出すっていうのも結構有効です。蜂がねタンクになって爆破してくれるのですごくいいですね。 OK いいんじゃない。あ出なかった。コグクロスボウはね連射がねちょっと難しいんで。はい、報酬何もいりません。進んでいきましょう。でここもね嫌いなんだよね。うん、向こうに行くまでに HP が結構削られちゃうのでここは俺嫌いです。 OK いいんじゃない。よし、まあ半分は残ったか。うん、あもうどうしても危ない時にはパワーシェイカーが回復するまで待ってから、戦うようにした方がいいですね。パワーシェイカーがあると草刈りがものすごくしやすくなります。よしいいね。危ない、あぶお危ねえ、あー危ねえ危ねえ。クリーパーはほんと注意ですね。よし OK、 あとは上に何体か2体かな、うん、2、3体いておしまいです。えリプリフ終わり。23回クリア。ここでアップドラフトの書とパワーシェイカーを変えていきましょう。でここですね、ここで骨のコンボを上げていきましょう。まあエンチャポイント余ってるので、蜂をね上げてあげてもいいです。でもそんなにね俺は体感変わりはないかなと思います。で25回いきましょう。ここもめんどくさいね。でも敵がね結構出てきた時にアップドラフトの書を使うといい感じになりますので、ここアップドラフトの書はね本当にね輝くすごく楽しい場所です。いいね。OK、まあ、特に難しい敵もいませんし OK、 あとは鍵を取ってきますね。愛のメダル使っていったらいつの間にか倒してましたね。ナイス、25回クリアです。ここでねスパイダーアーマー取ってください。攻撃速度が上がって、戦いやすくなります。あまりね、いいエンチャはついてないんですけども、防護か霊気。まあ、好きな方でいいです。好きな方をつけてください。俺は防護の方をつけます。他はつけなくて大丈夫です。エンチャポイントは余りまくりだね。うん。余りまくりだけども、全然不便はありません。OK。ここもね、別にクリーパーとかも出ないし、問題はないです。もう終わるかな？おりー。26回クリア。次がボスですね。行きましょう。はい、ここ何もいりません。そのまま進んでください。エンチャポイント余ってるんで別に入れても大丈夫ですね。適当に入れてください。ここまず、倒すべきなのは、ノビですね。ノビを、あー固まった、あぶねー、倒してください。プレステ版は右側に出るんだけどもスイッチ版はちょっとすいません、わかりません。左に出る可能性がある、うん、一応ね注意していってくださいね。 OK、 終わりだ。うん、
はい、ということで、27回まで完全攻略です。報酬を見て終わりますね。いまいちダメだ、ダメですね、ガントレット良くない、全部よろしくないです。はい、ということで、今日は完全攻略でした。次はね、釣り竿とかも使ってやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。